ビ和イとは、ビ和湖一周の略称、そして、ビ和湖を一周する長距離サイクリングルートの名称であり、ナショナルサイクルルートの一つとして選ばれている。2018年滋賀県発行のビ和イ推進総合ビジョンによると期限は定かではないが、滋賀県内では、湖州道路の整備に伴いビ和湖を自転車で一周する文化が醸成されていた。 1987年に大規模自転車道である、滋賀県道601号森山大津滋賀自転車道線を指定し、2001年に現在のナショナルサイクルルート指定のコースと、ほぼ一致する、ぐるっとびわ湖サイクルラインを設定し、サイクリングマップを配布するとともに案内看板などの環境整備を行った。関連団体としては2009年に、 和の国琵琶湖推進協議会2012年に自転車の日常利用と観光利用を推進することを目指した市がプラスサイクル推進協議会が設立されている。琵琶市の経路を示す表示セタの唐橋を奇襲点として半時計回りに回る環状コースである。これを左側通行することで湖岸に近い側を走行することとなる。極力幹線道路を避けているコースになっており、 この地域の代表的な幹線道路である国道1号は、含まれず、国道8号及び国道161号、そして国道161号の旧道である、滋賀県道558号も極力避けられており、可能な限り迂回されている。なお、琵琶湖大橋より、南の湖西側は、整備が遅れており、ここを避けて国道477号琵琶湖大橋を渡り、 う一周して、ビワイチ観とすることも多い。以下の道のあたりを通る。正確な地図は、和の国ビワ湖推進協議会による地図などを参照のこと。公共交通機関によるアクセスが推奨されており、ナショナルサイクルルートの指定要件である。ゲートウェイは、前原駅に設けられた前原駅サイクルステーションが指定されている。和の国ビワ湖推進協議会によれば、 車によるアクセスでは、大津港前の有料駐車場を案内しており、周辺の道の駅などへの駐車は推奨していない。美和市を強く推進している。森山市は、美和湖大橋東沈めから、北のエリアで美和市の受け入れ環境を整備しており、ピエリ森山の駐車場の一区画や三崎公園の駐車場で美和市の利用者を受け入れているほか、第二なぎさ公園に、 田中セシルをモデルにした、ビワイチを象徴するモニュメントを建て、付近のビワ湖、マリオットホテルにはレンタサイクルが可能なジャイアントストアが入っており、部屋に自転車を持ち込めるなど、ビワイチ目的の宿泊者に便宜を図っている。また、三崎公園と第二名義佐公園を合わせて整備し、自転車利用者に特化した道の駅の整備を検討している。トイレなどを備えた休憩施設は、 道中に84カ所存在し間隔は平均2キロメートル、最大15キロメートルほどある。沿線の道の駅としてはがある。申請では以下の施設が挙げられている。AB ナショナルサイクルルート指定に関する審査総括表第1次ナショナルサイクルルートを指定しました。琵琶湖への行き方臨の国琵琶湖推進協議会、琵琶湖岸の駐車場。 美和市に便利な無料駐車場を森山市道の駅整備検討。ありがとうございます。